はい、仕事から帰ってきて、小田原の決勝を今日仕込んでたんで、これから見ようと思います。ちょっとダイジェスト、長くなっちゃうのもあれなんで、ダイジェストで見ようと思うんで、ちょっと結果がわからないように、息子に開いてもらいます。これが祝杯になるのか、それともやぶさけになるのかって、毎回同じようなこと言ってますけど、一応、回目が、野口福田の1551から、全買いました。前回、なんだっけな、どっかの動画で全って言ってたんだけど、俺、全じゃなかったね、なんか、2つぐらい外してて、すいません、外せん、そそれのは。適当なこと言っちゃって。今回は間違いなく全買ってるんで、まあ、豆買いなんで、大したあれなんですけど、1551から全で3連単。3連単だからね、今回は3連複じゃなくて。なので、レースを見ていきたいと思と思いいまます。す。なんかすげえ、なんかあれだね、滑舌悪いね。では、レースを見ましょう。ありがとう。ちょっと一時停止のまんま。これ、いきなり新しいパターンだけど、これ始まってさ、ダイジェストだから、ジャンぐらいから出てくるけど、その瞬間に後方に野口がいた瞬間、俺終わりだけど、どうなるんだっけ、どうかな。始まバるックよ。ストレッチから3コーああ、野口、ナー、どうだ。橋本の動きこれを微警妙だ戒、な。野口叩博士、き切ったらワンチ一ャン歩前当たりでの待フラつグ立つけ下、ど。そ志の田流志田星。流星を抑える野口、なんかね、志田がすごい濃人厚気なあぶさっカーブを出け、て残これ。りは2周、さあ先頭いに出たやー、野野口口はだっ早てくもさ、ペーちスょっアッと前プ、までは待さ、っては地今元の期の待みたいな福田、感じだっそしたてから、中段取り合う展開は橋本と志田で、俺さあはそかのかレーっスをたよ、また橋本仕掛けるか、これ叩いけやねえだこころ。は野口叩のけスねえんピーだドよ、がいい、叩けねえんだよ、先これ。頭野口、そう、そうなん野口だがよ。逃げる展開で、いよいよ決勝戦これもワンフチァイャンナル福ラウンドに田突入、差し切り絶のチャンス好のか展な。開となったのこがれどっ橋ちが本高なんかったで、っけな。橋本4結番構手、1551志田かはら6番手に総遅流れ、ししたんだ実け力ど、向上です、高配当実なんだ力よ向上ね。変わりません、さあ安く加て速もね、か、156だとぐんぐん516が2と加千速いくらし、で、あとは3もう番大手体は50倍超えだ西から。塚、7こ番れが言っ本戸た志だ田、ろ。インコース切り込む4番の中井ですが、これ4文句番ねえだろ、6番手1551。野口博士、福田もうを何振り来て切もいいってぞ。先行逃げ切り、1551でしょ ?151 でしょ?ほら、154。たまにはやるんだよ、俺だって。豆替えだけど。これいくらつけんの?結果。おお、9750円。あと俺がいくら買ってるかっつう話だよ。いや、的中は的中です。この後乗っけるけど。ね、的中してるの ?1 万7000円。俺いくら買ってんだ、これ。おお、奇跡の200円。って言ってるけど、この辺もう動画作ってから分かって書いてます。まあ、そんな感じで。祝杯だ、祝杯。飲みよう。たまには当てるから。はい。皆さんもこの後楽しい競輪ライフを楽しんでください。楽しいかどうかは分かんないけど、今日はよかったね。予想ずっぽし。それでは皆さん。